小楽器の演奏小楽器は、その仕様が現代に至る演奏史上で廃れた楽器、あるいは改良や変更を受ける以前の古い様式の楽器を指す。英語では、オリジナルインストゥルメンツもしくはピリオド、インストゥルメンツなどと呼ばれる。これに対して、20世紀頃から標準的に用いられている様式の楽器をモダン楽器と呼ぶことがある。バイオリン、フルート、トランペットなどの楽器は、 現在に至るまで様々な改良を加えながら使い続けられてきたため、同名のモダン楽器と古楽器では、しばしばその音質や奏法に差が見られる。古い時代に制作され、そのままの形で保存、伝承された楽器を演奏に用いることもあるが、それらの楽器をモデルとして、新しく制作した楽器を用いることも多い。また、バイオリン族の楽器や、 イオローネなどでは19世紀以降に改造された楽器を元の形に復元して使うこともある。古楽器の研究、復元は19世紀末頃から始まり、特に1970年代頃から古楽器を用いた演奏と共に盛んとなった。古楽器を用いることによって、古い音楽の作曲当時の音響を再現できるだけでなく、モダン楽器では、 無理が生じるアーティキュレーションなどをより自然に演奏できる。現在では、バロック時代以前の音楽の演奏には、作曲年代に応じた小楽器を用いることが一般的であり、古典廃校の音楽についても、指摘交渉に基づいて演奏に小楽器を用いることが少なくない。小楽器による演奏では、現代の A イコール4 4 0ルツという基準とは、 異なったピッチが用いられることが多い。現在バロック音楽の演奏にあたっては A イコール 440Hz よりも半音低い A イコール 415Hz のピッチが最も一般的に用いられている。他にもさらに半音低い A イコール 392Hz や半音高いピッチである。 A イコール4 6 5ルツなどが採用されることもある。ただし、これらのピッチの数値は、現代の小楽器演奏で用いられる例である。史実を、ある程度反映してはいるが、当時は、より多様なピッチが用いられており、A イコール4 1 5ルツや、A イコール3 9 2ルツという数値は、演奏の便宜を図るために、A イコール4 4 0ルツを基準に平均率の、 半音感覚で設定されたものに過ぎない。実際にそのような基準ピッチが歴史上使われていたわけではないことに注意。ありがとうございます。